どうも、ベタです。パースカーやっていきたいと思います。はい、本日は、レジェンド、×オフェンスガチャ、やっていきたいと思います。まあね、デルビエロ、実装したということで、このガチャは見逃せない。最近ちょっとね、まあ、課金しすぎて、まあ皆さんとちょっとデッキの能力が離れすぎていたので、課金を抑えていたのですが、すいません、これだけは抑えれませんでした。これは引きたい。お願いします。オフェンスでね、ファンタジスタっていうのもいいですね。オフェンス固めでファンタジスタがつくのはありがたい。まあ、このピックアップキャラ、ベッカム、デルピエロ、イカリ君、ミネ、で、上原君。まあ、ベッカムだけテクニックで、それ以外がオフェンスとなっております。で、正直ね、まあ、持ってない方は上原君以外は有能です。自分の中では上原君以外は結構使えるキャラなんで、まあ、イカリ君は、スタジアム用の選手を作るときに結構ライジングボルト相手に嫌がられるので使う方が多くなっていて、ミネ君はもう成果で強い。で、ベッカムとデルピエロは言うまでもなくいいですね。はい。で、とりあえず、まあまあまあ、3回目がね、SR 以上確定なんですけども、ピックアップのイベントキャラの出現率は 40% ということで、まあ、ここも確定にしてほしかった、ピックアップのイベントキャラね。ここ確定ならもう、ね、2回で、引っ掛率結構高かったんですけども、さあ、来てください。で、6回目は SR 以上確定です。で、それ以外も、1、2、4、5は PR 以上確定でございますので、皆さん引いてみてはいかがでしょうか。で、7回目以降は、他のイベキャラの約12倍となっております。もうちょっと高かったらね、出なかったも引くっていう気分になるんですけども、12倍じゃちょっときついかもしれません。で、デルピエロ。フィールドプレイヤーならファンタジスタ。ゴールキーパーでもファンタジスタ習得不可ということで。イベキャラボーナスが、伝説のファンタジスタ。で、スペシャルタッグボーナスと技術ボーナス。強いですね。この時点でもう何かを感じさせる。まあね。固有ボーナスがあるだけでありがたいです。まあ、メッシが固有ボーナスなかったからね。あれはちょっと辛かった。でもメッシはもう1009人までも強いので、はい。なんとか引いていきたい。そして今回狙っていくのはもうデルピエロのみです。それ以外はいりません。お願いします。PSR。PSR。PSR はいいや。SR とりあえず引かせてください。まずパワーターが欲しいんで。はい。お願いします。では行きましょう。まず10連目。さあ。はじめは30個で引けます。ですが確定は PR1 枚だけです。さあ来てください。お願いします。久しぶりに博士見せてくれてもいいよ。さあ、まあまあ、まあそうっすよね。そうですよね。まあいつも通りのベタさんですね。で、PR 以上確定が一番最後に来るんですけども、ミネ君でした。まあミネ君の PR はありがたいかな。今 PSR44 なんで解放に使えます。はい。ではどんどん引いていきましょう。20連目いきましょう。さあ、デルピエロ、おいで!お願いします。怖い怖い。怖い怖い。さあ来い。さあ来て。あれあれあうん立ち込めてますね。いつも通りのベタさんです。いやー。しるしるも言わなくなってる。やばいぞ。はい、上原くん。上原くんはいりません。まあ、上原くんね、使おうと思えば使えるんですよね。確か得意練習。4ぐらいまであるのかな ?SR45 で。ですが今回はデルピエロ。デルピエロが欲しいです。さあ来てください。お願いします。30連目、ここは SR 以上1枚確定です。ですが、ピックアップのキャラが出る確率は 40%。さあ、安定してください。お願いします。まあ、とりあえずここは SR 以上確定なんで抜けてはくれます。さあさあさあ。何枚来る?何枚来る?はい、安定の1枚ですね。確定枠でしか引けてない。まあでもこれでデルピエロを引いたら勝ちなんで。はい、行きましょう。デルピエロ。さあ来てください。お、PR 率が結構高い。怒りか。怒りか、なんとも言えねえ。この子一応40個で持ってるからな。昔すごい欲しくて引きまくった覚えがありますね。はい。まあでも PR 以上の確率は高いんで、さあこのまま来てください。お願いだ。
デルピエロ SR 出てください。お願いします。40連目いきたいと思います。さあ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 、お願いします。来い。うん、とりあえず SR 当たろう。なんかしょぼいっすね。うん、なんか来そうっていう感じもなく40連目まで終わっちゃいました。まあ本当にいつも通りって感じですけども。お、デルビエロ R かな、 R で、特能の方がドリブラー20丸、突破力20丸、キープ力20丸、ファンタジスタ、シュートレンジ、野生の嗅覚、殿下の方と大一番丸、オフェンス90、ディフェンス50、パワー85、スピード89、テクニック94、スタミナ85のラインブレーカーとなっております。欲しいね。多分この人なら骨イベント率アップとか骨イベボーナスとかが高そうなので、いや、特能がいいからな。欲しいな。来てください。お願いします。残り20連かな。20連。さあ、20連で引いていきたい。いやー、デルピエロ、来てください。お願いします。残り20連しかないよ。まず確定以外を当てよう。確定以外。確定以外当たって。SR。お、やっとこの演出が来ました。さあ、来い。はい。この演出やっと来ましたが、結局、いつものベタさんでした。残念ながら。はい。PR のデルピエロ、せめて出ないかな。せめて出ないかな。イカリ君。悲しいね。さあ、さあさあさあ。60連目。60連目、ここで来てくれ。60連目はバナー内のピックアップイベントキャラから、確定。20% ですね。5分の1。さあ、来てください。さあ、来い。デルピエロ、来てください。お願いします。いや、本当にね。本当に来て。本当に。本当に本当にこれはお願いします。さあ、来て。てか、確定以外も出てほしいな。おー、まあ、これは SR、SR 以上確定なんで、まあ、来て当たり前です。SR 以上確定。あれー、マジっすか。マジで。確定枠しか本当に引けないね。厳しい。でも、これだけ引けば勝ちです。これで引けば勝ちだ。これで引けば勝ち。さあ、来い。お願いします。安定してください。はい。はい。なんとも言えないね。なんとも言えない。いやー、やるせないなー。石が115個余ってますね。あ、行きましょう。70連目。行きます。なくなるまでは行きましょう。なので、あと、デルピエロここで出たら終わります。出たら終わりますが、出なかったらあと10連いきまーす。とりあえず SR 以上確定枠以外に SR が出てくれたらまだ、お？抜ける？お？あるぞ、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 あるぞ。この演出結構 PSR 率が高いんですよね。さあ、さあ来てください。逆転の70連目。さあ来い。お願いします。さあ、デルピエロの PR ね。はい。はい。ムクン。はい。使えない方のムクン。では、80連目行きましょう。何事もなかったように。はい。さあ、さあ、ラストチャンス。お願いします。来てください。お願いします。博士演出来てくれてもいいよ。来ないか。さあ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 、はい、うん、そうだね。やっぱりベタはベタだった。しょうがない。いやー、苦しいな。これは苦しいな。追いたいな。またちょっと考えるか。これはデルピエロは引いておきたいね。聞いておきたい。少し考えます。ちょっと引けたキャラ、解放していきましょう。まあ、ここまでね。ここまで、まあ、ガチャ運悪かったんで。いいはずなんだ。いいはずなんだ。まあ、ここまでいいか。
いいはずなんだ。いや、もう 5% 通してくれてもいいよ。うん。5% 通せるキャラおったっけ？重い重い。で、とりあえず、ミネはいいや。まあ、ミネ、混ぜるか。ミネ。もう、ちょっとミネくん、SR45 を作るのめんどくさいので、ガツッと混ぜます。多分。テッサくん。で、あと、混ぜたいのは、そんなにいないんだよなぁ。ミネ。ミネが結構いるなぁ。で、ミスズ。あとは、イバナ。はい、これで混ぜていきまーす。とりあえず、まずは前座からいきましょうか。あれ、ミスズ50か。ミスズ50だったか。いらないなぁ。テッサくん。解放し、お？これはダメだな。これは解放しちゃダメなやつだ。これはダメなやつだった。SR 行かないといけないやつね。SR。はい。あ、これはダメ。はい。はい、残念。では。イバノくん、50チャレンジいきまーす。さあ、来い、イバノ。はい、残念。で、あとは何引いたっけ？ミネくんは最後に置いときたくて。あれ？何持ってきたっけ俺。入手順。あ、ミネくんだけか。ミネくん最後行きます。リアリティで、ミネ。はい、もう全部混ぜちゃっていいよね。あ、ダメなやつだった。まあでも SR は混ぜちゃっていいよね。いいよね。もういいや。全部混ぜちゃいます。全部いけ。一個は解放して。もう、せっかくなんで。引っ張っちゃったんで。はい、行きましょう。さあ、一解放来てください。お願いします。お、ナイスです。まあ、一解放したんでありがたいですね。まあ、いいです。はい、では、本日はこれで終わらせていただきたいと思います。なんとか、オチがついてよかったです。で、デルピーロ。まあ、ボイガチャするかはまだ迷っておりますが、もし引いたらその動画もお楽しみにしておいてください。はい、本日は終わらせていただきます。また別の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さようならー。